山野さくらデジタルです。こんにちは。10センチフルレンジスピーカーの紹介です。今回はですね、10センチフルレンジスピーカーユニットマークオーディオ製なんですけど、 CH719、 ここに書かれている通りなんですが、これを試していきたいと思います。パッケージがかなりシンプルなんですけれども、これの初弦がこちらになります。止めてみていただければと思います。こちらですね、規格はこんな感じです。推奨のエンクロージャー容量が 4.72 リットルっていうのと、あと共振周波数が 68.50Hz っていうのをちょっと、記憶してほしいんですけども、まあ、こんな規格になってます。以前マークオーディオ製の6センチフルレンジスピーカーと、あと8センチフルレンジスピーカーを試したことがあります。でその時の動画がアップされてますので、ご参考まで見ていただければと思います。最初に6センチのフォントムシャ付録で出ている OMMF4 っていうのがあります。でこれがメタルコーンのスピーカーだったんですが、でこれをラビリンスバスレフ型のエンクロージャーに組み込んで試しました。6センチでありながら低音が効いていて、結構伸びやかな音だったのでとても好きになりました。でその後マークオーディオでは珍しく白い紙のコーンでマイカー仕様なんですけれども、6センチフルレンジスピーカーですが、これもバスレフ型だったんですけれども、板厚が15ミリぐらいのリアスリット型のスピーカーエンクロージャーに組み込んで試しました。でこれも動画にアップしておりますので見ていただければと思います。その後8センチのマークオーディオ製のフルレンジスピーカーで OMMF519 っていうものなんですが、これはサイドスリット型のバスレフ型に組み込んで試しました。これも動画にアップされてますのでご参考までに見ていただければと思いますが、低域から高域まで幅広く自然な音でとても良かったので、これも気に入っております。6センチ8センチときましたので、こちら10センチのフルレンジスピーカーユニットを以前から手に入れたいと思っていて、やっと購入しました。で今回これに組み込むエンクロージャーなんですけれども、これ専用のエンクロージャーっていうのがいろいろ探したんですがなかなかなくて、今回こちら前回も使ったんですけど、ホステックスの P1000E に組み込んでいきたいと思います。こちらの容量が 3.6 リットルで CHN719 の推奨のエンクロージャーの容量 4.72、 それから比べると低いので気にはなりますが、これを使っていきます。ワッフルのこのスピーカー穴、これも93ミリと合ってるのでこれは使える感じです。ホステックスの P1000E のチューニング周波数が 82Hz となってまして、マークオーディオの CHN719 の共振周波数が 68.50Hz なので、チューニング周波数よりも共振周波数の方が低いという形になってます。でチューニング周波数 ×0.8 から 1.0 の間にスピーカーユニットの共振周波数があると、まあ、大体いいんじゃないかと言われてますので、そうするとこのエンクロージャーのチューニング周波数よりも 0.8 から 1.0 にこちらのスピーカーユニットの共振周波数 68.50 が含まれてますので許容範囲かなと思われます。エンクロージャーの容量が低いっていうところが気になりますが、これに合ったエンクロージャーが見当たらないので、こちらのホステックスの P1000E を使って試してみたいと思います。それではこれを開けてエンクロージャーに組み込んで聞き比べをしていきます。それでは開けていきます。おお、いきなり表面が出てます。濃い、いや重いですね。いやすごい、引き換える部分がこんな厚みがあります。1センチとか6センチからするとやはり10センチ大きいです。で裏を見ますと、マークオーディオの CHN719 と書かれてます。パッケージに書かれていたこれと全く同じです。こんな感じです。これを取るとやはりメタルコーンになってます。で8センチスピーカーの519、あれとほぼ同じです、形が。であとこれパッキンが入ってます。こんな感じでパッキンになってます。パッキンの取り付け方が書かれてますので、パッキンを取り付けていきます。金の取り付け、これいつも難しいんですよね。ここに貼り付けていく感じです。これでパッキンができました。なかなか難しいですね。ちょっとうねっちゃってるんですけど、まあ、できました。それではスピーカーを組み込んでいきたいと思います。いきます。プラス でこちらマイナスですね。はい、できましたので、あとはこれを組み込んでいくだけです。でネジ穴がちょうど合ってるのでネジ止めをしていきます。ちょっとこれ傷つくのは怖いんですけど、気をつけながらエンドドライバーで固定していきます。はい、エンクロージャーにスピーカーユニットが組み込まれました。はい、1台完成です。はい、こんな感じで完成しました。大変でした。こんな感じです。出来上がりました。結構綺麗にできました。重さを調べます。 1758g ということで 1.7kg あります。
結構重いですよね。やっぱ10センチスピーカーだけあります。はい、以上になります。いつものジャズいきます。次はテンポの速いジャズいきます。いつもの曲いきます。まとめになります。いかがでしたでしょうか。マークオーディオ製10センチフルレンジスピーカーユニット CHN719 を手元にあるホステックス製 P1000E のエンクロージャーで試してみました。ホステックス製エンクロージャーの容量が足りないので少々不安でしたが、他の6センチ、8センチのマークオーディオ製フルレンジスピーカーと遜色なくいい音が出たと思います。このスピーカーがお好みでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今後もガジェット体験動画をアップしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。また評価、コメントをいただければ幸いです。また次の動画でお会いしましょう。